ハローハロー、こんにちは、チャールです。はい、今回はですね、チーズボールを作りたいと思います。イエーイ。今日初めて作ります、チーズボール。じゃあ早速作っていきたいと思います。ではレッツスタート。はい、今回作るチーズボールの材料は、はい、ホットケーキミックスと卵と、これ一番大事、白玉粉と、これも大事、モッツァレラ、うん、裂けるやつと水と、このとろけるスライスチーズです。はい、では作っていきます。はい、では作っていきたいと思います。手袋しました。はい、最初に白玉粉を入れていきます。あ、やべ、手袋しちゃう。やばい、手の開き方しちゃった。あ、やばい、どうしましょう。じゃあ入れていきます。こんぐらい入れます。え、全部入れちゃう。ママ、じゃあ全部入れちゃいます。計算してないからできないかもしれない。次に、水を入れます。あ、ほう、手袋して水入れます。ちょっとずつ。ずつ入れていきます。白玉がまとまりました。なんかスライムみたい。スライムだ、これはすごいスライム。はい、次はホットケーキミックスを入れていきたいと思います。ホットケーキミックスです。ハサミ、こんな入れていっけ、忘れちゃった。いや、いけ、これ入って、で、卵を入れます。ちょっと卵怖い。ちょっと入れます、卵。で、混ぜます。やば、すごい、あ、やばい、手洗ってんで大丈夫です。やばい、
やばい、こりゃ。はい、ちょっと混ざったところで砂糖を入れていきます。とね、こんぐらいわかるかな、まあ、いいや、スプーンの、うん、なんとか入れていきます。はい、これでいいです。はい、生地ができたので次に丸くしていきたいと思います。何個ぐらい？何個？ちょっとどうしよう、何個？いや。やば。きます。丸くなる。で、で丸くしていきます。一回。はい、次にチーズを切っていきたいと思います。こちらモッツァレラ切っていきます。何個やったっけな、25個だ。25個、ね、分けれるかな。一応蓋使って切っておいたんですけど、はい、ということでチーズが切れたので次にこの丸めたやつの中にチーズを入れていきたいと思います。この5個はとろけるチーズを入れない。じゃあどうしよう、でかいやつにしようか。これいきます、入れます。この中でこうして包んで丸くします。油入れていきます。
成しました。なんかすっげーへっこんでるやつもあるけど、できました。なんかすごいチーズをねでは食べてみたいと思います。その前に、急に始まる ASMR 今からやっていきたいと思います。レッツゴー ASMR スタート。はい、始まりました。 ASMR かな、わからんけど入れました。こう、木が爪
というわけでチーズドッグ美味しかったです。なんかモッツァレラ、モッツァレラチーズのやつは伸びなかったけど美味しいです。なんかフィリピンのポットみたい。ポットみたいです。はい、ではこれで終わりたいと思います。皆さん見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。次の動画も見てください。バイバーイ。美味しかったです。